小さいの200円で売ってましたけど、一人1本しか買えないんだ。普通だったらあんな100円しないですね。100円で2つぐらい買えちゃいますね。そうそう、あんなね、こんな小さいの200円でしょ。ねえ、本当にね。大須なんか中国製のマスクだけど2500円で5月1、2と400、1人4箱買えますよって ねチラシが入ってきてましたけど。あ、そうですか。ねえ、中国製ですね。そう、もうだからね、中国はね、ちょっとね、だからね、中国に物を頼っちゃダメですね。そうそうそう、日本ではね、やっぱりマスクは2割で中国は8割でしょ、うんね、そうだから、いろんなものがね、だって車だって結局さ、ちっちゃな部品がみんな中国だから、だから動かなくなっちゃってるんですね。そうですね、だからトヨタもね、なんか休ませてね、なんか楽、こっち向いて。だけど中国はね、日本の何十倍も人間がいるから。はい、いいよ、開けて。もう注射終わりました。注射終わりました。よかったね。お腹痛いだから、お腹に当てるね。お腹に当ててください。でこれ、まあ、昨日みたいにスーパーライザー光線照射療法って言ってね、はい、明かり光を当てて、はい、4センチ中まで入っていくから、それでお腹のガスとか炎症を沈めてくれる。ああ、なるほど、ね、お腹の痛いのを和らげてくれると。皮膚のちょっと赤みもだいぶ治りかけてるのでね、うん、そうそう、だからお腹皮膚に当てれば4センチ中に当ててくれたら、気持ちいい。歯磨きは舐めるね。歯磨き舐めるけど、あとのものがね、こんだけ癒やしい人間が食べたいかな、人間心配だわ。ピチョーン、食べないから、おやつ、ピチョおやつ。はい、おやつもいらん、おやつ食べないね、癒やしいの食べないから。終わりなんじゃない？終わりかな？ご飯食べようか。3時45分から4時にね、パーッと飛び出すのにないと寂しいわ。よし、こっちに行こうか。はい、けいちゃんご飯。よし、ちょっと待ってね。食べさせてあげるよ。ちょっと待ってね。